ジオラマ、京都ジャパンジオラマ、京都ジャパンは、京都府京都市右京区佐賀天竜寺社道町にある、鉄道模型テーマパークである。佐賀の観光鉄道が、開業20周年を記念して、同社トロッコ、佐賀駅に隣接して2011年3月1日に、開設した、鉄道模型ジオラマのテーマパーク。ジオラマでは、主に、京都の街並み、特に、清水寺に代表される、 京都の著名な寺院などを精巧な模型で再現している JR 佐賀嵐山駅にも隣接する EF6649 カットモデル4ゲージとされるが実際には宿舎180機関 16.5mm の16番ゲージ日本型が主力である EF6645.49 の運転台から展示された鉄道模型を有料にて操作が可能 それとは別に EF81 系電気機関車に使用されていたマスターコントローラーを利用し展示された鉄道模型を有料にて操作が可能。2012年3月のリニューアルにより新たにドームが設置され LED を使ったプラネタリウムが再現されており銀河鉄道の夜のイメージを再現している。プラネタリウムの上映 JR 西日本でブルートレインを経営していた。 EF66 軽電気機関車の運転台からジオラマ上を走行する鉄道模型を運転することができる。なお運転操作は模型機関車搭載のミニカメラのデータを EF66 軽電気機関車に送り、機関車内に設置されたモニターに映し出すことで、より臨場感あふれる運転ができるよう配慮されている。子供向けに佐賀の観光鉄道の制服、 聖望の無料歌手出しがある。ジオラマ、京都、ジャパンリニューアルオープンについて西日本、旅客鉄道プレスリリース2012年3月16日。ありがとうございます。